じゃじゃーん。じゃあ今日も、まずは残り2個になったパイナポーと、ちょっとね、ライチはね、まだ残しておきたいんで、ライチとマンゴーを取っといて、これにしようかな。ドラゴンフルーツ。すごい色。これ食べてみようかな。アップロード仕掛けてる横で、昨日も紹介したフランキーズのパイナップルとフランキーズのドラゴンフルーツ、これを昼ご飯がてら食べてみようかな。これね、ちょっとつまみ食いしたんだけど、もうなんていうかね、桃のような甘さのパイナップル。そしてこのドラゴンフルーツ、どうやって切ればいいんだろう。謎。ドラゴンフルーツ簡単だった。ただ4等分してこんな感じで切り目入れれば良さそう。じゃあちょっとこのドラゴンフルーツ食べてみようかな。こんな感じ。さっぱりしてるけど、なんだろう。そんな甘くない。さっぱり。美味しい。そして初日にニジャーで買っておいた一平ちゃんをここで投入します。今日ちょっと危ね。今日ちょっとね、風すごいわ。昨日泳いどけばよかったかも。今日の方が天気いいっていう予報だったんだけど、風ゴーゴーンをマイクに拾ってるかな。これはドローンもやばい勢いですね。おお、やばい。天候的には最強だけど、前回作戦としては、前回ね、もうここからすぐ海な、ビーチがなくてすぐ水なんだけど、前回ちょっと真ん中ぐらいまで行ったんだけど、すごい遠浅だったんで、一回戻って、近場のここに岩場があるんだけど、そこに魚がいるだろうと思って、ほんとここ界隈だけでシュノーケリングしたんだけど、ちょっと今回はあっち側攻めてみようかな。あっち側に未開の地がある。ああ、でもだいぶ潮が上がってきてるな、前回より。今日の方が水、あれですね、何、水面が高い。なんかね、遠浅すぎてね。1時間ぐらい泳いだけど、出たら寒いっすね。お湯の中は結構あったかったね。結構でか、相当あったかったね。外出た瞬間にここへ背中踏んだ。岩場がすごすぎて完全に靴のここが切れてる。さあ、ここにね、シャワーが浴びれるの、ホースで水が浴びれるのもいい。今回ね、ちょっといくつかネットの英知すごいなと思ったのは、オキラス用の超優秀な曇り止め持ってくればよかったんだけど、あれ忘れたんですよ。
で、ネットでなんかいい、曇り止めの方法ないかなと思って調べたら、この洗剤をね、まあ、これ自己責任ですけど、この洗剤を一滴垂らして、空拭きする、空拭きじゃない、水拭きする。僕はこのキッチンペーパーでやりましたけど、キッチンペーパー水につけて結構水拭きするとすごい良かった。だからもう今回この10ドルのシュノーケルグッズとこの、宿にあった修正洗剤だけでシュノーケリンググッズ完璧。もう一個はね、まあ、うまく撮れてんかまだわかんないんだけど、GoPro のこのマウント、これを水中で使ってたんだけど、岩にね、これ腕に通す用なんだけど、ここにちょうどいい石を挟んで、重しにして、定点水中撮影できるっていう技を覚えたのも、それがどのくらい撮れてんのかがもう超楽しみです。このまんまね、水洗いでガーッと洗いちゃうんで、すげえ楽です。もう今日は本当ね、まったり、もう、午前中は小さな巨人とかドラマ見てまったりしてたし、午後も今、ここでシュノーケリングして、もうあとは、結局アマゾン来ずですね、もうキャンセル。激おこぷんぷん丸です。ということで、昨日今日はもう完全まったりモードだけど、また晩ご飯だけ食べに街に繰り出します。今ね、ウーバーの人が日本人の人で、焼き鳥屋行きたいって言ったら、ここ教えてくれた。なんか、もともとコウノトリって名前だったらしいけど、カウンター席。こんな感じ、いい感じ、いいね。ここ目の前で炭火焼きしてくれてる。もうちゃんとオリオングラス、とりあえずオリオン、やっぱこの暗さは厳しいな。でもオリオンはうまい。大根サラダ、ライティングは辛いけど揚げ出し豆腐です。これから焼き鳥が多分1本ずつ着々と来る気がするんだけど、全部紹介できないかも。これは何だ、唐揚げ、いいね。この唐揚げ感が求めてました。牛タンかな、手羽かな、手羽先。ちょっとだんだん暗いな、これ以上厳しいかも。ささみわさびです。続々と来る焼き鳥たち、全部1本ずつ頼んだから大変なことになってる。もう結構お腹きついけど、締めにやっぱ焼きおにぎりを食べないと。味噌醤油です。なんか今回はプライムタイムなのか、何回も車が変わったけど、もう今向かってるから。さあ、そしてここに来るんだけど、暗くて何も分かんないっていう。暗いけど、で、今日最後のネタってことで、このサーフェイスブック3日目ですけど、ちょっとだけ気づいた点をね。ちなみにこのサスペンドレジウムめっちゃ早いって言ってたけど、ハイバネートしてたら戻りはね、それなりに時間かかるっていうのが分かりました。これ、早い時はやっぱり普通のスリープなんだけど、今これしばらく放置してたからハイバネートして今押しました。そしてやっぱりこの Windows ロゴ出てきて、ここで、このくらいは待つかな。まあ、その分バッテリーがね、この状態のハイバネートだと完全に使われないから、まあ、十分早いんだけど、これで顔、今認識されるとこんな感じ。やっぱでも顔認識は半端ない。素晴らしいです。あとね、気づいたことといえば、ちょっと画面が明るすぎると他見えなくなっちゃうから、このね、今んところ、これキャップスロックね。英語キーボードの場合、これもちょっとレアケースかもしれないですけど、英語のキーボードの場合、このキャップスロックをコントロールに変えたい人がいると思うんですけど、これがね、
できない。なぜならレジストリーがいじれないから。レジストリーいじるレグエディットすら、レジエディットすら、ユニバーサル Windows アプリじゃないと動かせないんで、これ変えたいと思っただけで、Windows Pro に、Windows 10 Pro に変えないといけないかもしれないです。一応今のところ僕はまだ S で頑張ろうとしてるけど、結構ね、なんか、簡単にプロに上げた方がいいよって、そもそも言ってくるから、なんかどっかでくじけるかもしれない。